はい、どうも、はじめまして、ジャコって言います。お疲れ様です。はい。東京に一応戻ってきました。まあ、熊本からですね、まあ、普通に戻ってきました。そうですね、熊本から東京まで、高速バス2回乗りましたね。はい。で、熊本から大阪まで、それ大阪から東京までの、バスが、2000、3000円ぐらいでね、チケットがありましたんで、ね、それになんか乗って、特に東京帰ってくるっていう、あれがなかったんですけど、まあ今何をやってるかというと、まあ都内のアルバイトでなんとか生活ができるようになりました。はい。で今、都内の、まあ本当知り合いの人の部屋に居候してるっていう状況なんですが、そうですね、まああんまり長く滞在するのも、厚かましくなってしまうんで、まあ、できるだけ、居住地を探そうとは考えておるんですが、はい。まあ、そんなことで、1年半ですかね、まあ、全国の、まあ、私の旅でしょうね。旅はもう終了しましたね。まあ、いろんなことありましたね。まあ、今日はそういうことで、東京に今、いますっていうことで、あ、まあ、雨場でね、ブログ、ありがとうございます、コメント。今、東京にいますんで、一応。まあ、なんとか元気にやっておりますんで、皆さん元気でしょうか。まあ、本当、チャンネル登録もね、若干ですが、増えてきましたけど、本当非常にありがたいと思ってます。毎日感謝、大感謝で、本当。ありがとうございます。これからもね、ぜひね、私のチャンネル、ご視聴よろしくお願いします。はい。まあ、面白いネタもね、少しずつですが、まあ、期待 してください。頑張って、面白いネタも動画で上げていこうか。考えていますんで、長いお付き合いよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。